第7班に正式に配属されたナルトたちは要人護衛の任務を受け波の国へと旅立った。貧困にあえぐ波の国では他国と結ぶ橋の建造が進められていたが、それを快く思わぬ輩によって頻繁に妨害を受けていた。橋の完成まで護衛の継続を決断する第7班であったが、そこに異質な二人組が現れ、双方は刃を交える。二人組の一人は忍び刀な七人衆の一人、桃地ザブザと言った。そしてもう一人はザブザブをしたい自身も強大な力を有するハク。ただただザブザの道具として生きるハクに対し一種の戸惑いを覚えるナルトであったが、仲間のため己の信念のため決意を固め、サスケと共にハクに挑むのであった。この俺が来たからには誰も傷つけさせねえぜ。へっ、足引っ込んじゃねえってばよ、サスケ。それはお前だろうが、うつらとんかつ。よっしゃ、いくぜ。大切な人を守りたい。その人のために働き、その人のために戦い、その人の夢を叶えたい。ザブザ様の邪魔をする者は誰であろうと倒します。俺だって俺の大切な人たち絶対傷つけさせねえ。激戦の最中、サスケはウチハ一族のみが使える特殊道術シャリンガンを開眼し、戦いを有利に進めるが、なんで俺なんか余計なお世話だ。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ。目の前の惨劇を皮切りに、ナルトの怒りは暴走へと変わり、内に秘める九尾の力を持ってハクを凌駕する一撃を放つ。これは絶対許さねえ。僕はこの子にはかないません。ザブザさん、ガーラは直前までのサスケとの死闘の影響で暴走を起こしかけていたのだ。砂の忍びたちは切り札であるガーラの異常を見て、彼を連れて撤収しようとする。サスケはこれを逃がさじと追跡し、コノハの森でガーラたちに追いつくのだった。逃がさしねえよ。真の恐怖を味わわせてやる。力を試せる。相手は誰だ。見せてみろ、お前の力を。俺を感じさせてくれ。
どうした、俺のうずきはまだ収まっていないぞ。もっと俺を楽しませてみろ。お前ならばできるはずだ。次飲んじゃねえよ。目障りなんだ。目障りなんだ。当然の結果だな。サスケはカカシに授けられた一撃必殺の忍術千鳥を駆使してガーラに挑む。だがサスケは先の試験でオロチマルに遭遇し、恐ろしい呪因を与えられていた。その影響でサスケは動けなくなってしまう。そこまでだってばよ。ナルト、お前なんでここに。ガーラの砂がサスケを襲う直前、間一髪のところでナルトが救援に駆けつけるのだった。オロチマルの画策により引き起こされたこの輪崩し、その被害は甚大だった。動乱から立ち直るため、この赤暮れの里は新しい指導者を必要としていた。その白羽の矢が立ったのは、オロチマル同様に伝説の三人と称されるガマ仙人ジライアであった。火影就任の要請を受けたジライアであったが、他の適任者を探し出すと言って旅立つ。その傍らにはナルトの姿があった。一方その頃、この赤暮れの里に思いがけない訪問者があった。この赤暮れの里の抜け人にして暁と名乗る組織の一員、ウチハイタチ。イタチはサスケの兄であり、また憎き仇でもあった。5年前、イタチはこの赤暮れの里の名門と謳われたウチハ一族を一夜にして滅ぼしたのだ。サスケだけを残して。彼の来訪を知ったサスケはすぐにその後を追い、イタチがナルトをさらおうとしている現場に遭遇するのだった。久しぶりだな、サスケ。ジライたち、あんただけは絶対に許さない。ジライたち、たまに言った通り、あんたを恨み、憎み、そしてあんた倒すためだけに俺は生きてきた。あんたとの因縁を今日ここで終わらせる。この場のお前はただの邪魔な存在に過ぎない。目障りなんだ、目障りなんだ。あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。死ぬ。
たち、あんたを消す。やはりお前は弱いな。サスケはイタチを倒そうとするが、実力差はいかんともしがたく、イタチの現実つくよみを受けてしまう、うん、お前には憎しみが足りない。そう言い残すと、イタチは助けに駆けつけたジライアをも手玉に取り、その場から逃げ去るのだった。終末の谷、かつて木ノ葉隠れの里を創立した二人の忍びが争い合った場所である。この地でナルトとサスケは向かい合った。ナルトは仲間であると同時にライバルのサスケを救うため、出奔をやめさせようとする。サスケはイタチを倒す強さを得るため、器として利用されることを承知の上で、オロチマルの元に赴こうとしていた。仲間を助けに来たナルト、仲間を切り捨てるサスケ、相反する二人は互いの思いの正しさをかけ、終末の谷で雌雄を決しようとしていた。なんでだよサスケ、なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。たとえ誰であろうと指図される義理はね。俺はオロチマルのところ。あいつは、オロチマルは、お前の体を入れ物として欲しがってる。戻ってこれねえかもしんねえ。そんなところに、ミスミスお前を行かせられっか。俺の目的が達成できれば、それでいい。生きやしねえってばよ。お前は、力ずくでも連れ戻す。では、お前にとって仲間でも何でもねえのかよ。俺たちは口にこそ出さなくても友達だって思ってたのによ。だけどそう思っていたのは俺の方だけかもしれない。けどそれでもなんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取れなくねえんだってばよ。俺の邪魔をするのか。だったら仕方ねえじゃん。すっげえ手触りなんだ。いっけえ、うん、ツー、マー、キー、ナルト、2000年なんでだ。なんでわからねえんだサスケ。ナマキ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。友を止めるため九尾のチャクラを放つナルト、呪因を解き放ち状態2へと覚醒したサスケ。
そろそろしまいにしようぜ。これまでの戦いをナルト、サスケ、本心の力を込めた螺旋丸と千鳥がぶつかり合い、二人の死闘はついに決着の時を迎えた。ナルトの思いはサスケには届かなかった。ナルトは意識を失い、サスケの前で倒れ伏した。だがサスケはナルトの命を奪わずにその場を去った。イタチとは異なる、イタチを上回る力を求めて。サスケを取り戻す任務は苦い失敗に終わった。これより先、ナルトとサスケ、たもとを分かった二人の戦いは川のように止まることなく流れ続いていく。暁との戦いでオロチマルの情報を得たナルトは、新たなカカシアンの一員サイラと共にそのアジトに向かった。そこでナルトを出迎えたのは、オロチマルとの修行により飛躍的な成長を遂げたサスケだった。終末の谷以来の再会を果たすナルトとサスケ。やっと見つけたぜ、サスケ。何度も俺の前に出てこられては目障りだ。今度こそ完全に断ち切っておくか。お前を倒してでも連れ帰る。お前は俺に傷一つつけることはできない。必ずサスケ君を連れ戻す。ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらう。すまん、相変わらず考えがぬるいが、お前たちは。つながりに縛られる愚かな。いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い思いを弱らす。もしつながりがあるとすれば、お前たちとではない。あるのは兄との憎しみというつながりだけだ。俺とお前のつながりは切れてねえ。そうまでして俺を怒らせたいのか。その繋がりを俺は断ち切るまでだ。案外やるな。
遊びはここまでだ。お前たちはここで消えろ。おしゃべりはもう終わりだ。目覚めたかよ。子供のままだな、ナルト。カトン、おかけの術。くそ。お前を連れ戻す。もう終わりだ。やれた。サスケ。サスケ！サスケ！サスケはナルトとサクラを一切顧みることなく、オロチマルたちと共に去っていった。サスケくん、また止められなかった。俺は弱え。君の言うつながりはこの程度のものだったんですか？そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。まだサスケ君を連れ戻すことができる。サイ、ありがとう。だってばよ。後に残されたナルトは己の非力さを嘆き、もっと強くなることを誓うのだった。ナルトが暁の各図を倒し、その成長ぶりを周囲に知らしめた時、オロチマル一味にも大きな変動があった。サスケがオロチマルに対して反旗を翻したのだ。三代目火影に両腕を封じられ、著しく弱体化したオロチマルとは逆に、サスケはオロチマルを凌駕する力量を身につけていた。オロチマルはもはや不要。そう考えたサスケはオロチマルの力を取り込んで自らのものとするため、強靭を突きつける。いつかこの時が来るとは思っていたわ、サスケ君。もうあんたに教わることは何もない。俺にとってあんたは用済みだ。ここで始末する。
オロチマル、あんたは俺より弱い。勇者だ。浮き葉の君の子か。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったの。イタチが無理だ。だからひよっこの俺を狙った。だが、所詮あんたには無理な話だ。ウチハの名を超えるところ、届きもしない。どんな天才も、いくらあんたも、ウチハを前にすれば、凡人になり下がるぞ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや、俺の体を手に入れることなど不可能だ。ここまで私をコケにしたのは、あなた。くだい。どんな天才も、ウチハの前では凡人になり下がるのさ。血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が、逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かす者、全てを手にする者。私はお前の力、俺がいただく。オロチマルはサスケの動力に敗北し、すべてを乗っ取られて消滅した。長い至福の時を終え、ついに復讐者サスケが動き出すのだった。サスケはメンバーを集め、ヘビという名の正体を結成すると、イタチへの復讐を狙って活動を開始する。サスケは仲間たちと離れ単独となったところを、暁のデーダラが奇襲した。デーダラは裏切り者のオロチマルを始末したいと思っていたが、先を越されてしまったため、サスケを逆恨みしていたのだ。ガーラをも倒したデーダラの芸術忍術がサスケに降り注ぐ。お前たちにはイタチのことを喋ってもらう。オイラに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。こんなガキにあのオロチマルがやられたと、決闘に恵まれただけの勘違い野郎が。貴様、そうか。いい目で睨みやがってるぜ。パビ、あいつはいじめがいがありそうだ。くだれ。イタチさんに後で謝らなきゃ。先輩、この人動きが早すぎっすよ。僕らじゃ叶いませんって。そこの仮面の言う通りだ。これ以上の戦闘に意味はない。
どこまでも舐めやがって。サスケはイタチの情報を聞き出そうとするが、デダラは自身の芸術を軽んじられたと感じ激怒する。デダラがサスケに執着した本当の理由、それはかつてイタチの存在に芸術を感じてしまったことにあった。最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。こいつまさか。あがいても無駄だ。爆発からは逃げられねえぜ。お前はここで消し飛ぶ運命だ。さあ怯えろ、驚嘆しろ、絶望しろ、泣きわめき。オイラの芸術は爆発だ。屈辱と怒りに打ち震えるデーダラは、自分自身を究極芸術として爆破させ、サスケとの相打ちを図るのだった。だがサスケはその寸前に時空間忍術を使い、爆破に巻き込まれることを回避していた。デダラの芸術はウチハには届かなかった。ウチハ一族のアジトでサスケはイタチと対面する。イタチはサスケとの会話の中でシャリンガンを持つ3人目の男について言及する。ウチハ・マダラ、それはコノア隠れの里の創設者の一人であり、初代ホカゲの千住柱間と最後まで争った男の名だった。マダラは万華鏡をシャリンガンの代償として失明するのを避けるため、自分の弟から両目を奪い取った。そしてイタチもサスケの目が自分のスペアであり、そのためにサスケを生かしたと断言する。あんたとの因縁、今日ここで終わらせる。大した気概だ。だがお前の目では何も捉えることはできない。お前の目は何も見えていない。いや、俺の目にもはっきり見えているものがある。イタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か。再現してみろ。あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、あれはあんた一人でやったことなのか。いくらあんたでも一族全てを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かがあの夜いたはずだ。気づいていたか。もらった。誰だ、誰があんたに協力した。ウチハ・マダラだ。こっちだ。ウチハ・マダラ。コノハ隠れ創設者の一つ、俺の相棒であり、死であり、不滅の男。創設者だと？それならとっくに死んでるはずだ。ざれ言はやめろ。カトン合格。アマテラス。
俺の最後の術になる。雷鳴と共に散れ。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノーだと。邪魔だ。邪魔だ。もらった。人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んだな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。マダラが死んでいるのはお前の勝手な思い込みだ。お前はお前のその目が何一つ真実を捉えていない。お前は何も見えていない。お前は俺には勝てない。まだ動くのか。高火球の術。距離を取ったつもりか。邪魔だ。甘いな。ここだ。これはどうする、サスケ。どこを狙ってる。待て。千鳥エースを。距離を取ったつもりか。邪魔だ。距離を取ったつもりか。邪魔だ。素早いな。だが邪魔だ。私が力を貸してあげるわ。こっちまでは抑えきれない。オロチマルのヤマタの術か。
出るものが出たら、ウチハの力は私のものよ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒しては。俺に傷を与えることはできない。どうすれば。こいつは。一か八かだ。聞いていないのか。何をやっても無駄だ。くそくそ、下がるしか。もう終わりだ。壁。俺の目だ。やめろ。サスケ、お前は俺が。お前は弱い。兄さん、まく一緒に帰ろう。仕方のない奴だな。愚かなる弟よ。なんこんなこと。恨め、憎め。切れ。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。ま、だ兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。骨肉を分けた兄弟の死闘が終わった。サスケは一族の宿敵であるイタチを倒した。しかしそこへトビが現れる。トビは自分がシャリンガンを持つ三人目の男ウチハ・マダラでありイタチの協力者であると明かす。トビの語るイタチの真実は疲弊しきったサスケに大きな衝撃を与え混乱させるものであった。イタチは
木の葉隠れの上層部の命令に従ってずっと行動していたのだという。クーデターを計画した内派一族を滅ぼしたのも、犯罪者の汚名を背負い抜け人となったことも、全ては里の命令であった。許せ、サスケ。これで最後だ。サスケはついに理解した。忍びの世のため、木の葉のため、そして弟のサスケのために、全てをかけた兄内葉イタチの生き様を。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ、我々は木の葉を潰す。サスケは正体の名を鷹に改めると、暁と手を組み、木の葉隠れの里への復讐を決意するのだった。サスケ率いる鷹は暁と手分けして美獣を狩るため、霧隠れの里に侵入した。雲来峡にて8秒宿す人中力キラービーと対峙するのだった。あんたが8尾の人中力キラービーだ。お前何者だ、バカ野郎、この野郎。お前に言う必要はない。あんたを拘束する。お前何様、なぜ俺様捕まえる。その口、耳障り。話は終わりだ。さっさとあんたを倒す。誰が俺様を倒すって。やってみろよ、バカ野郎、この野郎。帯刀やるじゃねえか。あ、いや、サチビってのも大したことねえな。僕がやってもするけど、十分に気をつけろよ。分かった。それ、まるで本気を出していない。余力は残して魅力が光る。ハチビがサビのキラーフィーズ様だぜ、俺様が。あ、いや、アマテラス。その騒がしい口を二度と開くな。上出来だ、シドリ。8尾の力を完全に制御するキラービーム。鷹は敗北寸前まで追い詰められる。しかしサスケは万華鏡シャリンガンを発動し、黒い炎によってキラー B を気絶させ、捕獲に成功した。サスケは木の葉隠れの里への復讐を実行できるだけの力を手に入れたと確信するのだった。約束通り8尾は連れてきた。よくやったな。お前ならやれると信じていた。どこへ行く。まずは傷を癒す。それから木の葉だ。
木の葉の連中には必ず思い知らせてやる。俺の痛みを、渇きを、絶望を。そして俺の憎しみをな。サスケたちによって捕獲されたと思われていたキラー B だが、変わり身の術を使って暁からまんまと逃げおごせる。だがそのことを知らないキラー B の兄雷影は激怒し、五影会談を行う手はずを整える。その頃、木の葉隠れの里では変異襲撃により負傷した綱手に代わり、強硬派の志村団蔵が火影に就任する。団蔵は今回の会談を成功させ、火影としての足場を固めようと考えていた。互いの思惑がぶつかり合い、会談は白熱するが、突如そこへサスケ率いる鷹が襲撃を仕掛ける。おかげである団蔵はサスケにとって最優先の復讐対象であった。しかしサスケが刃を振るうその前に雷影が立ちはだかり、戦闘になるのだった。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。俺の目的は団蔵のみ、それ以外は潰す。五郎、雲の恐怖を教えてやる。完膚なき敗北を味わうがいい。俺の邪魔をするな。僕らも援護するよ、サスケ。シドリ。なんと見やがっちゃう。僕がやろうか。シドリ。お呼びとは。アマテラス。なんと。アマテラス。思ったよりしぶてえじゃん。そろそろ終わらせる。雷影は決して倒れぬ。黙れ。おかげが俺の邪魔をしても無駄だ。ウチャはその上にある。ふん、遊びはここまでだ。そろそろケリをつけてくれる。団蔵を狙うサスケ、迎え撃つ雷影、互いの身を削り合う凄まじい死闘が展開される。雷影をなめるな。だがそこへ風影ガーラが割って入るのだった。かつて中忍試験のライバルであったサスケにガーラは投降を呼びかける。サスケは昔のガーラのように憎しみに取りつかれ、孤独に囚われていた。憎しみに取りつかれ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。俺は闇を歩く。
お前の言葉を聞く気はない。ガーラは涙を流すと、責任ある風影としてサスケに引導を渡す決意をするのだった。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。憎しみに取りつかれて一人の世界に入り込むのか、帰って来られなくなるぞ。遅い。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。トロムチ、こいつの未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたもの。だからこそ小さな光明ですら目に届くはずだ。所詮お前の憎しみは俺に遠く及ばない。俺の怒りは、俺の絶望はお前以上だ。出番はまだだ。アマテラス、なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。陣頓限界剥離の術。サスケは負傷し追い詰められるが、乱入したトビによって救われる。トビは影たちに自分の目的である月の目計画を語る。美獣の集合体十尾を復活させ、自身がその人中力となる。そしてその膨大なチャクラで現実を月に投影し、全世界に無限つくよみをかける。現実により争いのない世界を作ること、それがトビの目的だった。残りの8尾と9尾を差し出せというトビの要求を影たちは拒否する。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。交渉は決裂し、トビは第四次忍界大戦を宣戦するのだった。団蔵は五影階段の場から離脱していたが、トビの手引きによりサスケと交戦せざるを得ない状態となる。静かに殺意をたぎらせるサスケ。しかし追い詰められたはずの団蔵は、不敵にもサスケの目を奪うと宣言するのだった。お前は俺が潰す。
小僧が。忍びの本質は闇。それが分からぬお前はここで果てよ。貴様を始末する前に一つお前に聞いておきたいこと。お前を含む木の葉上層部の命令で打ちたいたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、神際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当にだったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。忍びを見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。私たちだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいる。目で語る戦いだ。ウチャを舐めるな。分かったか。俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。ウチャを舐めるな。ここからが目で語る戦いだ。わしは倒れぬ。わしは改革者。わしの足を止める者は許さん。忍びの世のためにわしは前に進む。兄さん、まずは一人目だ。復讐の対象の一人であるホカゲを、サスケはためらうことなく切り捨てたのだった。サスケが断蔵を葬った直後、サクラがその場に現れる。サクラはサスケを制止しようとするが叶わず、本気の殺意を込めた一撃を受けそうになる。あわやのところでナルトが割って入るのだった。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。この一戦で答えを見つける。潰してやるよ、ナルト。サスケ、イタチの真実ってのマダラってやつか聞いた。嘘か本当かはよくわからねえ。けどどっちにしてもお前のやってることはわかるってばよ。分かるってんだ。何か親も兄弟もいねえてめえに何が分かる。今黙ったろ。
ナルト、てめえはここで潰す。つながりはもう断ち切った。親友化するのはやめろ。俺の憎しみは変えない。木の葉を潰すまではな。お前の憎しみは俺が受け止めてやる。俺はお前とのつながりを守るってばよ。もしかしたら、サスケ、お前と俺が逆だったかもしれねえ。螺旋丸、千鳥。ナルトとサスケ、今や互いに一流の忍びとなった二人は、刹那の応酬で言葉以上の思いを交わしていた。何にもなかった俺がつながりを持てた。第七班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。だがサスケはナルトが何を言おうと変わらないと答える。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。そしてこの木の葉隠れの里の者たちはナルトも含めて全員始末すると言い放ち、トビと共に姿を消すのだった。ナルトたちがトビと激闘を繰り広げていた頃、サスケは永遠の万華鏡シャリンガンを獲得し戦場に向かう。その途中で江戸転生でよみがえったイタチと開口する。イタチは戦場を混乱させる江戸転生を止めるため、実者であるカブトのアジトへ急ぐ途中だった。サスケは死んだはずの兄に思いの丈をぶつけるが、イタチは多くを語らない。図らずも兄弟二人でカブトと対峙する形となる。カブトはオロチマルを超える存在を目指し、オロチマルの細胞を体に取り込んでいた。
その影響による兜の変貌に驚きながらも、サスケはイタシと共に戦闘態勢に入るのだった。タチ、あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、挙句死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。ああ、さあ、おののくがいい。千人に達したこの僕の力に。まさか千人モードの力を手に入れているとはな。かつて憎み合っていた兄弟、仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。完璧な力を得たこの僕にどこまで抵抗できるか見せてもらうよ。この程度か。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。これを僕の全力とで。だったらめでたい性格だね、君は。目的は、奴にエド転生を解除させることだ。やりすぎるなよ。オロチマルの力を手に入れてるようだしな。そうそうくたばりはしねえよ。やるね。けど、もはや完璧な僕にはこの程度の傷。引きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする？俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に？一体何を？悠長に話している暇などないよ。先方、無期転生。これは…感知能力が今までの比じゃなくてね。マリ、いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。振動で動きを止める術か。しかし、対策を施した僕は自由に動ける。あとは、あの状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。ざれ事を。イザナミだ。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。
どんな能力も併せ持つ僕には誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。イタチ、君は江戸転生を取ったのにここまでやってきたのだろうか。残念ながら君の思い通りにことは運ばないよ。なぜなら生も死も操り神にでもなった気でいるのだ。それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。甘いな。それは実に興味ある。方角のためにぜひとも教えてくれない。この術の弱点とリスクはこの俺の存在だ。オロチマル様、カトン豪華級の術、カトン豪華級の術。君たちがいくら張り切ろうとも完璧な僕には通用しないんだよ。ウチハの本当の力を知らないお前が今何を語っても無意味だ。イザナビはまだなのか。カトン、どちらも仕掛けている。だがもう少し時間がかかる。さあ、さっさと呼べ。甘いな。カトン豪華級の術。サスケ、サスケ君、兄を追い込んだ木の葉の闇を君は許せないはずだ。君の気持ちはよくわかる。僕も同じだ。僕は君の理解者なんだよ。サスケ、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘がうまい。それにな、里がどんな闇や矛盾を抱えていようと俺は木の葉の内派たちだ。さあ、カトン豪華級の術。豪華級の術。オロチマル様。甘いな。さあ行こうか。こっちだよ。さあ外れさ。さっさと呼べ。遅い。勝敗はほぼ決した。お前の負けだ。
さあ。まだだ。僕にはオロチマル様の力がある。言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。そんなバカな。僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか。お前は決して完璧ではない。うちはいたち。やつはこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで己自身を認めてやることができない奴は失敗する。今の兜のように。そしてかつての俺のようにな。確かに兜のやっていることは間違っている。だが、こいつだけを責めるのも間違いだ。カブトには、俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。つくよみ。カブトを拘束したイタチは、エド転生の術を解く印を発動させる。自ら消え去ろうとしているイタチに対し、サスケは、兄を苦しめたこの泡くれの里を許せないと伝える。イタチの願いはわかるが、しかしそれでも、イタチが守った里を必ず潰す、と。
お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。裏切り者の汚名を着せられ、誰にも認められることなく死んでいったイタチ。イタチこそ本当の火影であると結論付けたサスケは、兄のように全ての憎しみを一人で背負うことを決心したのだ。だがそれはイタチ自身が否定し、ナルトに伝えたことでもあった。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。サスケはイタチの生き様が分かっていない。ナルトはそう指摘するが、サスケの決意を翻すことはできない。過去の迷いは断ち切り一新する。お前を切るのをはじめとしてな。切らせねえ。俺は全部過去の人たちから学んできた。サスケはお前に任せる。お前なら弟を止められる。絶対に切らせやしねえ。かつて二人が激突した終末の谷で、ナルトとサスケの最終決戦が始まるのだった。前と同じだ。ここでまたお前が負ける。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それもほかげだって、お前には渡さねえ。お前はほかげが何なのか、まるで分かってね。俺は全部過去の人たちから学んできた。第7回や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうする。分かった。無駄な抵抗しやがって。さくらちゃんと約束したから、お前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。こっちだ。お前の力じゃ俺に届きやしない。燃え尽きろ。お前がいなくなれば、もう俺の革命を邪魔する者はいない。
戦の王で終わらせる。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん助けを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われた。しかし、どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか？違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していたもの、憎しみに包まれたもの、他里を拒んでいたものも、痛みを抱えていたものもだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。なら、あとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなど、お前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きの力さ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。おたけびをあげろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち上がる。友を助けるために。
いい加減しつこいんだよ。さっさと切られやる。やめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりつながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇にいた俺をさっさと切り上がらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前はサスケ、お前も知ってんだろ。俺は昔里のみんなに嫌われてた。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えてた。俺はいつも一人だった。けど同じようなやつがいるって思って嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらない。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。てめえは一体何がしてんだ。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと勝てんだ。昔から変わらないお前のその態度が、クソ、付き合いだ。よっしゃ。サスケ、俺ってばお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口に出て出されて俺たちは友達なんだってことは。俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ。そこまでして俺に。たちはやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。ラセンガン。お前がいなければ、お前が最初からいなければ俺は
残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。炎眼、いや、だって、お前は何しやがる。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ。お前は、ああ、てめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だってって言ってんだろうね。バッバカバカ、勝手に混乱しやがって、意味わかんねえやつだな。
死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。つうかお前の方はまだ分かってねえのかよ。そういやお前も意外にバカだったもんな。うっせえよ、うっすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。そして月日は流れる。己の人道を貫いたナルトは人々に望まれて七代目火影に就任し、木ノ葉隠れの里を見守り続けるのだった。渦巻きナルトの物語はここにひとまずの完結を迎える。